同世代男女間で、同世代男女で飲んでると、あざとい系女子の方に男性の興味がいきます。見た目は褒められることが多いし、会話も得意な方です。年上の経営者の方には好かれることが多いですが、同世代からはモテないでしょうか？自分は大悟さんと同じ年ですってことなんですが、そうですね。あざとい系女子の方に男性の興味が向くってのは、そういう男性と合ってるからじゃないですか？言ってしまえば。僕、あざとい系の女子無理だもん。はっきり言って。不自然だし、ろくなのいないんで。だってさ、自分に魅力、魅力的な女性って、自分を魅力的に見せようとします？しないですよね。港区女子みたいに、なんかよく見ると不細工なんだけど、ちょっと雰囲気で押そうとしてるとか、父放り出すことによって、なんていうんですかね、こう、露出度を上げることによってダンスの目を引こうみたいな、そういう人ってさ、別に誰でもいいわけじゃないですか。で、僕そういうのは無理なんで、なんて言うんだろう。そう。だからね、僕ね、そういう系はちょっとなんか、ファーストフード女子って呼んでます、僕は。ね、ファーストフードみたいに、一口食べるんだったら、中毒性あるし、美味しいと思うんですけれども、一皿丸ごと食べるとお腹壊すみたいな感じだと僕は思ってるんで、なんかね、飾る必要ないんですよ。うん。トリュフ、白トリュフがいかに素晴らしいかなんてことをですね、語る必要なくて、一回するだけで白トリュフの香りってするし、人間を魅了するじゃないですか。だからそういう女性の方が僕は魅力的だなというふうに思うので、別にね、あざとい系女子の方に男性の興味がいくっていうのは全員がそうじゃなくて、ご自分が付き合っている人とか、ご自分が付き合っているコミュニティのですね、人たちってのがあざとい系女子にですね、こう簡単になびくような人間ばっかだってことなんで、コミュニティ変えたらいいんじゃないでしょうか。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。